今回のミリチャンネルのゲストは旧7式艦上攻撃機さんの後継機、艦上攻撃機デンソンさんです。よう、ジョーさん、よろしくな。よろしくお願いいたします。それでは最初にデンソンさんのお生まれになった経緯についてお話しいただけますか？おう、昭和14年、1939年、10月、海軍は正式採用直前の97式3号艦砲の後継艦上攻撃機として、14式艦上攻撃機計画要求書を中島飛行機に提示した、開発要求書に記載されていた内容は概ね以下のようなものだったとされる。最高速度 463.0km 以上、航続距離、内装時 3334km 以上、発動機、守りまたは火星。これを受けた中島飛行機では、社内名称 BK として松村健一技師を設計主務者とする設計陣が開発に当たることとし、昭和15年、1940年、5月から本格的に開発を開始した。なるほど。ところで、なぜ、丸式艦上攻撃機とならなかったのですか？開発中は当時の命名基準に従い、計画開始年度、昭和、と機種名を並べて14式艦上攻撃機と呼称されていた。正式名称は、式艦上攻撃機、となるはずだったが、正式採用直前の命名基準改定で、攻撃機は山にちなむ名称とする、と規定されたため、昭和18年8月の採用時に転換、佐賀県、より命名されたのさ。命名基準改定があったのですね。開発開始当初に問題となったのは、他の日本機と同じ不搭載発動機の前提だった。開発要求書で指定されていた守りは97式1号艦砲などで実績のある単列9気筒の光を複列14気筒化した1800馬力級の中島製発動機で、火星は96式陸上攻撃機などで実績のある金星のボア、ストロークを拡大した1500馬力級の三菱製発動機だった。海軍は非力ではあるものの、すでに12式陸上攻撃機、後の1式陸上攻撃機、試作機に搭載されて、各種試験が進められていた火星を推していたが、中島側は自社製であるため回収が容易に行えること、現状でも火星より大馬力であるが2000馬力級まで出力向上が見込めること、火星より燃料消費量が少ないこと等を理由に守りを推していた。議論の末、海軍が中島の主張を入れる形で昭和16年、1941年3月に搭載発動機を守りとすることに決定したのさ。なるほど。なんとか自社製エンジンが採用されたのですね。ああ、昭和17年、1942年、2月20日に B6N1 試作1号機が完成、直ちに試験飛行が開始されたものの、守りの振動が激しいゆえに故障が多く、しかも大馬力ゆえの強トルクにより離着陸滑走中に機種を左に振るという、艦上機としては大きな問題点が発見されている。それでも完成から4ヶ月後の7月19日に B6N1 試作1号機は海軍に引き渡され、実用試験が開始されている。海軍の実用試験では排気管等の改修が行われたほか、雷撃試験において超低空での高速雷撃時にプロペラ交流の影響で魚雷の海中突入角度が浅くなって海面で跳躍することが判明、魚雷検証下の改修と新型カマチータの開発で解決されている。昭和17年末から開始された離着艦試験では着艦制動作の切断が多発した。当初は97式艦砲より重い上に着艦速度が高いことが原因と考えられていたが、調査の結果、着艦フックの形状不良が原因であることが判明している。また離陸滑走距離が長いことが問題視され、実用試験中だった RADO を搭載することが決定されている。RADO とは、どのようなものなのですか？ロケット補助推進離陸、ロケット、アシスタンテッド、テイクオフ、略して RADO とは、航空機の離陸滑走距離を短くするため、機体に補助推進ロケットを装着、点火して離陸すること、またその装置のことだな。なるほど。補助ロケットですか。そして海軍は実用試験の終了を待たず、基地航空対応として B6N1 を130機程度生産することを中島に指示した。
その一方、昭和18年、1943年、1月には発動機を見つめたノール噴射装置の追加によって、1800馬力級となった火星2号型に換装した火星 B6N2 の開発も開始されている。現要の97式観光より約 100km 速い新型観光を一刻も早く前線に送るための措置とともに、地上で搭載機の少ない守りの生産を中止し、中島飛行機の発動機生産を当時実用試験中だった誉れに集中させるためだったのさ。試験飛行時から問題になっていた離着陸滑走中の左回答については、B6N1 量産開始後に垂直尾翼の取り付け角を基軸に対し左に傾けることで一応の解決とされている。それでは、次に、デーザンさんの特徴についてお話しいただけますか？大直径の守りに合わせて雷電、最大幅 1.50 メートル、に次いで太い最大幅 1.45 メートルの胴体を採用している。しかしながら爆弾層は設けられておらず、魚雷や爆弾は胴体下に検証する。せっかく太い胴体なのに、惜しい気もしますね。前下方視界が97式観光より悪化したことから、視界確保のために操縦員の座席を2倍の高さまで調整できるようになっており、全部風防上面の一部を立てて風よけにすることができた。操縦桿には伸縮機能があったが、計器板の下部にあるラダーペダルについては何の措置も取られなかったため、小柄な搭乗員の場合、操縦席を上げるとラダーペダルに足が届かなくなることがあったのさ。あとは空母のエレベーターの寸法に収めるため、垂直尾翼後端を前傾させることで着陸姿勢での前長を短くしているな。発動機のトルクによる左回答性の対策として、垂直尾翼を B6N1、19から29号機は基軸に対して左に3度、30号機以降は 2.1 度傾けて取り付けている。なるほど。エレベーター対策として、細かいところまで考えられているのですね。胴体長同様、空母のエレベーターの寸法の関係から、主翼面積と翼幅は97式観光よりわずかに小さい 37.202 平方メートル、14.894 メートルに抑えられており、翼端から 3.85 メートルの位置で折りたたむことができた。翼型は後に彩雲の設計にも関わる内藤康夫らが開発した中島飛行機独自の総有翼型である、K シリーズの初期型、翼根 K121、翼端 K119 を採用、高揚力装置として97式観光が装備した。スプリット式より能力の高いファウラーフラップの一種である超型フラップを装備している。B6N には発動機の重量が軽くなったことから、前後の重量バランスを取るため機種が延長されたほか、航空間落下のために引き込み式だったビリンを固定式にしている。実戦配備開始後、急激な横滑り操作による荷重によって垂直尾翼が破損、空中分解が多発したため、前期に垂直尾翼と方向舵の取り付け部の補強が行われている。要求性能にある強大な航続力を達成するため、主翼上面が燃料タンクの一部で構成される大容量のセミインテグラルタンクを採用している。その他に胴体タンクも装備しており、B6N1 では利用用燃料タンクとして使用されていたが、B6N2 以降は水メタノール用タンクに変更されたため、航続距離が幾分短くなる原因になっている。また、これまでにない重量級の環状機であることから、飛脚には高い強度が与えられているが、実戦配備後に飛脚取り付け部の破損が多発したため、補強が行われている。エンジンカウルには、孵化器用空気取り入り口が上面に、重油冷却器用空気取り入り口が魚雷との干渉を防ぐために、正面から見て下面のやや左に寄った位置にそれぞれ突出して装備され、排気管は B6N1 では集合式だったが、B6N2 以降は増速効果があり、かつ排気煙の小さい水力式単排気管に変更されている。また、日本機として初めて全金属製4種プロペラを採用している。姿勢層である航空魚雷には、
911式航空魚雷解散、開発開始当初は海に、を予定していたが、P6N1 試作機での雷撃実験の結果、強度不足が明らかとなったため、解散を補強した911式航空魚雷解散、海、または解散、海、の改良型である911式航空魚雷解散、強、が搭載された。97式艦攻同様、舷長位置を基軸より右に寄せることで準油冷却機用空気取り入り口との干渉を避けている。後ろ上方重座の他に、収納式の後ろ下方重座を装備しているのですね。後ろ下方重座は、昭和15年頃に研究されていた 800kg 爆弾を用いた高高度水平爆撃時の使用を想定して装備されたものだが、実際には敵戦闘機の迎撃を受けやすい水平爆撃はほとんど行われず、低空雷撃が主な攻撃砲となっていたことと、重座を射撃可能状態にするのに時間がかかるため使用頻度は低かったのさ。P6N1、75機までは、日本海軍の艦上攻撃機としては珍しく左主翼内に 7.7mm 固定機銃を搭載していた。これは雷撃時に敵艦の対空機銃を制圧するために装備されたものだが、71号機以降は廃止されている。防弾についてはどうだったのですか？防弾装備については不明なところが多いが、燃料タンクに炭酸ガス噴射式の消火装置が装備されている。しかしこれでは不十分であったため、昭和19年10月に自動防漏式タンク装備機が試作されたが、不具合が多く量産には至らなかったようだ。昭和19年3月頃から B6N2 および B6N2A は3機に1機の割合で、H6 型電弾を搭載しており、マリアナ沖海戦時の第601航空隊にも電弾搭載型が、数機配備されている。また、夜間雷撃に投入される機体の中には、電波高度計を追加装備したものもあったようだ。17式艦砲より航続距離が大きく向上したため、操縦員の疲労軽減用に自動操縦装置を標準装備している、96式陸航砲の中、大型機ですでに実績のある装置だったが、私では自動操縦中に飛行姿勢が突然変わることがあり、あまり使用されなかった。いやいやいや、いきなり姿勢が変わるって危険が危ないです。それは置いといて。それでは、最後に、デンザンさんのご活躍についてお話しいただけますか？正式採用直前の昭和18年、1943年7月、解体直後の第531航空隊に B6N1 が初めて配備された。同年8月に B6N1 は天山11型として正式採用され、11月半ばに同隊の11型12機がラバウルの下利園に進出、第582航空隊に編入されたのさ。翌月の第6次ブーゲンビル島沖航空戦に初めて実戦投入され、11型6機が97式艦攻撃機とともに、米機動艦隊に対して夜間雷撃を行い、第582航空隊艦爆隊、陸航隊と共同で空母3隻、戦艦および従順各一隻撃沈といった戦果を報じている。すごい戦果ですね。この戦果により天山を開発した中島飛行機は海軍から表彰されたが、米海軍の記録によるとこの戦闘における沈没艦はなく、現在ではほとんどが夜間ゆえの誤認と考えられている。昭和19年、1944年、3月に B6N2 は12型として正式採用されているものの、生産が前線での消耗に追いつかないため、配備数はなかなか増えなかった。結局第1機動艦隊の天山隊は定数、99機、に対して7割に満たない充足率で6月のマリアナ沖海戦を迎えている。この海戦では第601航空隊の29機が中間雷撃を行ったものの、F6F ヘルキャットの迎撃と対空砲火により、出撃機の8割を超える24機が日艦になるという大損害を受けている。マリアナ諸島攻防戦、台湾沖航空戦、フィリピン攻防戦と立て続けに正規する激戦により、母艦航空隊は壊滅、基地
基地航空隊も大きく消耗したため、少数機での夜間または白母、黎明時の雷撃が立候、観光の主な対艦攻撃砲となっていく。フィリピン攻防戦や硫黄島の戦い、沖縄戦では特攻にも投入されている。昭和20年、1945年2月21日に第3航空艦隊機下の第601航空隊所属の天山8機、雷槍4機、爆槍4機、途中で2機脱落、が、カトリッチを出撃、八丈島を経由して硫黄島沖の米艦隊を攻撃、天山隊の爆撃と体当たり攻撃によりサラトガと輸送船を大破させている。昭和19年、1944年、夏から海軍は生産機種の絞り込みを計画し始め、昭和20年、1945年、1月に西運を単発攻撃機及び夜間戦闘機兼用機とし、天山を生産中止とすることに決定したが、B-29 による爆撃等のため生産を切り替えることはできず、終戦まで天山の生産が継続されている、終戦時の残存数は187機だった。今回のゲストは、ボーダー装備と機銃以外は、同時期の連合軍雷撃機の性能をはるかに上回っていた、艦上攻撃機、天山さんでした。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白かったら高評価ボタン、チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。